今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。今回はセカンドストリートで茅葺きハンモックを購入してみました。昨年末私が行った店舗でなんと 70% 引きの657円税込みで売られてたのでちょっと怖いなと思ったんですけど物は試し購入してみました。映っているのは左側から茅葺きハンモックのブラウン、真ん中がグリーン、右側は茅がついてないハンモックになります。お店の方に尋ねると店舗によって扱っている商品や値段も違うということなのでどのセカンドストリートでもこの価格でやってるわけではないと思いますが、そういう意味ではですねたまたまということかもしれません。一応お知らせください。商品としては茅葺きハンモック、虫の侵入を防いでくれるということがとてもありがたいです。耐荷重は国内テストで 100kg、 シングル一人用サイズです。発売元が株式会社ハック。サイズは幅が70センチの高さが70センチ、長さは265センチと大きいです。付属品はカラビナ付きの本体のほか固定用ベルトが2本プラス茅用のロープが2本となってます。説明書によると木の幅が 2.5 から3メートルを選んで設営してくださいとあるんですが、地元の公園にですね試し張りに行ったところ、その細い木はあるんですけど太い木ですとだいたい5メーター6メートルは間隔が空いているもので、ちょうどいい間隔の木を探すのに苦労しましたが、そういうことはキャンプ場でもあるように思います。あちらの小道の反対側にはテントを張っている方もいらっしゃるし、タープやあのテーブルを並べて食事をしている方もいらっしゃいました。この公園はグループでデイキャンプを楽しんだり火を使って調理したりすることも可能な公園なので、ルールを守れば気楽にデイキャンプが楽しめる場所になります。こちらの木は割と太めで間隔も中では狭い方だったので、こちらでハンモックを試してみようと思います。とは言っても木と木の幅がですね3メートルは超えてましたので、付属のベルトやロープでは長さが足りなかったんですね。そこで持ち合わせたベルトで試しにやってみようと思います。はい、こんな風な感じで、はい、まずですね木とベルトを結んでそのベルトにハンモック本体をカラビナでくっつけます。金属のカラビナももともとついているのでそこに結びつけるだけですね。でその後細いロープが付属しているので、それでこの茅部分、このネットですね、これを、また引っ張って上に持ち上げるように木に結びつけます。したがって本体は、茅がくっついてて取り外せるわけではないんですけど、茅だけはですね上にちょっと持ち上げてロープで縛ってやることで内部の空間を広げてやるというふうな作りだそうです。でちょっと入ってみます。657円なので本当に大丈夫なのかとちょっと恐る恐るだったんですけど、これがですね快適でしたね。もうこんな感じで、全く本体は問題がなかったです。ゆらゆら揺れる感じで空を眺めてですね、もうこの季節はね、本当に気持ちが良かったので、ちょっと曇ってますけどね、幸い雨ではなかったので、これね、ここで、揺られながら、180度ね、見回すとこんな感じ。長さがね、265、これロープ含まずありますので、私の身長ね、180あるんですけど、もう全く余裕でしたね。はい、本当にね、気持ちがいいです。この本体については、とてもじゃないですけど657円のものとは思いませんでした。まあ、値引きする前でもね、2200円ぐらいだったんですけど、それでもね激安だと思います。はい、もう少し詳しく中見てみますと、こんな感じでですね、茅と本体が一体化しててジッパーを開けると内側にポケットが1つ、こちらが頭側ですね、それから外側にもポケットが1つ縫い付けてあるんですけど、これはもともとハンモックが入っていた収納ケースになります。滑りも良いジッパーが頭側から開くのと足から開くのと、まあ、ダブルジッパーになってまして、ジッパーハンドルも外側からと内側からと両方開け閉めできるようにきちんと整ってました。でこのベルトは私が持参したものなので、実際のものより、ね、少し、厚みっていうかその幅が広いんですけど、でこのロープはですね付属品なんですけど、やはりですね木と木の間隔が広かったので、ロープ2本で本来は茅を持ち上げるんですけど、
足りずに1本で持ち上げてます。したがって2本でね持ち上げればもうちょっと内部がね広くなるんではないかということで快適な設営ができると思いました。まあ、これでもね問題は全くなかったんですけどね。ではちょっと片付けてみます。まず、この蚊帳の方のロープを外しまして、次に本体を結んでいるベルトを外しまして、まあ、この結び方とかはね普段慣れてない方はあらかじめ予習されておいた方がいいです。体重かけますんでね、肩結びとかにしてしまうとしっかりと結び目が固まってしまってほどくのが大変だと思います。まあ、引っ張ればほどくようなねほどき方結び方っていうのを、準備しとけばね困ることはないと思います。そしてこのように簡単に畳めます。まあ、ペラペラのナイロン、ポリエステルでできてますので重さもですね 670g しかなくて DD ハンモックより一回り軽い感じですね。まあ、冬だとブランケットと防寒具がいろいろいりますが、5月これからの季節だと最高ですね。はい、こんな感じでねしまう時もねくるくるっと元のケースに入りましたので、一度出すとね二度と入れなくなるようなものが時々テントとかタープありますけど、そういうことは全くなかったです。木の幅がですねこんな風に1メートルが4つ、ちょっとおかしな絵になってますけど、ちょうどね4メートルありました。で、付属のこのロープですね、これ蚊帳を持ち上げるためのものですけど、これはね使えませんね。はっきり言うと購入した方がいいです。ホームセンターで300円も出せば耐荷重が100キロ超えるような細めのポリエステルのロープが買えますし、ダイソーのグリーンロープなんかもそうだと思うんですけど、こうしたものを持っとけば木と木の間隔が広すぎて付属のロープが足りない場合でも一時的にしのげるんではないかと思います。まあ、蚊帳を吊るすためにも使えますし、ベルトの代わりにも一時的な利用は、まあ、自己責任にはなりますが可能ではないかと思います。これが付属のベルトですね。木の周りを、ね、結ぶものですけど、幅がね私が持っていったものは5センチ、付属のは 2.5 センチで全然違うんですけど、まあ、できればですね幅が太い方がいいと思います。まあ、木のね樹皮というかねを傷めないためにとかいう配慮もあるんですけど、まあ、何より長さがね付属のものは2メートルしかないのでもうほとんど足りないんですね。だから付属のものを使いたい場合はこういうシャックルっていう金具なんかを買えば、これは安く買えますけど、構造が単純なので金具自体の耐荷重が100キロはあります。したがって付属のベルトはこの金具に結びつけておいて、でこの金具からハンモックのカラビナまでは持っていった別のロープでつないでやれば長さ調整が自由にできるように思います。ベルトとロープだけは自分で解決した方がいいですね。8缶を持っておけばこのようにほどくのも簡単にできます。ここからはハンモック内部を拡張してより居住性を広げるために一工夫を紹介したいと思います。使ったのはダイソーのグリーンロープですね。これポリエステル製なんですけど3ミリで長さが22メートルもあります。開封した時にね絡んじゃうんであらかじめほどいとかないと使いにくいですけど、まあ、これをですね蚊帳を持ち上げるためにこのように使います。2本、今ちょうどね穴に通してるんですけど、あれだとね、一向にね、2列がくっついてて蚊帳が広がらないので、針金を使ってこのようなちょっとねつっかえといいますかね、ポールのようなものを作ってみようと思います。クリーニング屋さんでもらえる普通の鉄の針金ですね。なので鉄ですのでペンチで、まあ、割と簡単に曲がります。こうやって鍵状のものを作るんですが、まあ、先端がね尖ってると危なくて、まあ、ハンモックを傷つけてもいけませんので丸めた上で、針金の両端をこのような鍵状にします。長さがね55センチほどあればちょうどいいので、それを3本準備します。こういう感じですね。そうしますとですね、これをこの蚊帳のロープが通ってる輪の部分に引っ掛けてやるんですね。で、55センチあればちょうどこんな感じで蚊帳を広げてくれるので居住性が随分良くなります。ハンモックの幅自体が70センチということでそこまで広いわけではないので、なるべくこのように広げてやった方が快適に過ごせます。はい、3本ね用意しました。このような感じでしっかりとね広くなりました。では実際にね使ってみようと思います。はい、中に入るんですけど、まあ、入る時もねこうやって上が広がってるのでとっても入りやすいし、
まあ、空もね、見やすいというか、まあ、気持ちいいですね。まあハンモックの魅力はですね、空中でゆらゆら揺れる浮遊感だとは思うんですけど、ただ眠る時には平らな方が熟眠できるっていう方も多いと思うので、まあ、そうした場合はこういう使い方も一つだと思ってます。ということで本体はね全く問題ないというか、超快適だったのでご報告です。昨年ねこれ実は私一回買ったんですけど、ある事情があってね手放してしまってあまり遊べなかったので、今年はしっかり遊びたいと思います。まだねあまりハンモック遊びやってない方おすすめです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。